皆さん、こんにちは。非常識な健康サル担と高橋貴子です。本日のテーマは、成功したいなら決めなさい。事業をするための経営者志向を手に入れるということをお話ししていきたいと思います。えー、会社員の方、あと主婦の方、うん、あと駆け出しで、 事業を行っている方って、まあ、いらっしゃるんですけれども私のところのクライアントさんもそうですしあとは外からの、えー、たまに無料相談から始まるご質問とかで面談をするんですけどその時のお話を聞いてても感じるんですけれども自、えー、営業をやるということつまり自分で事業を起こすということは、まあ、その内容そのものにも責任を持つし 判断をするっていうことが必要になってくるんですねでこれが慣れていない方が、まあ、結構いらっしゃるんですけれどもその時にあのどういうふうに考えていくと事業がうまくいくようないわゆる経営者目線になっていくのかっていうことを、えー、ちょっと今日は事例としてお伝えしていきたいなというふうに思っています。 ははいでは本題に入ります、えー、まず成功したいなら決めなさいっていう話なんですけれどもこれあの質問とあとは自分がどうしたいかっていうのを決めるっていうことが連動してくるんですけれどもこれを私のクライアントさんにももちろんお願いしてますし皆さんが 誰かに聞くくことができなくても例えばコンサルタントとか聞くことができなくても必ずこの思考を持った方がいいっていうのが、えー、決めるという思考ですねこれをちょっと事例をね含めてお話をしていきたいと思います、えー、例えばですねうん自分が何か授業でこ,これをやろうかなって思ったことがあるとするじゃないですかでじゃそうですねどうしようかなじゃあえっ、ー、とこ こんなキャンペーンを今度やってみようと思いますとね集客をするためにキャンペーンしようかなって思いついたでやってみるで私コンサルタントだから当然質問をする権利は持ってるんですよクライアントさんだからで、えー、その時にですねこのキャンペーンをやってみようと思うんですけどどう,どうですかっていう質問をくださる方いらっしゃるんですけど これ皆さんだったらどう答えますかコンサルタントじゃなくてもキャンペーンやってみようと思うんですけどどう思いますかっていう答えにどうやって答えますちょっと考えてほしいんですけど、えー、私の答えはですね、あのー、そのど,うどう思いますかは。 ままずず自分でで決めててくださいっていっうのがまず答えなんですよつまりキャンペーンをやろうと思うんだったらやったらいいが答えになっちゃうんですよねそういう聞き方をされてしまうとでどう思いますかという私の意見を聞きたいのであれば、えー、その背景ですね私例えばその方がそのキャンペーンをなぜやろうと思ったか でこういう対象のお客様がいてこんなキャンペーンやったら響くような気がすると思っているとその自分の考えは合ってますかとかそういう感じですね経験が私の方が経験があるわけですから先生が経験していることあとはクライアントさんが成功している事例と照らし合わせて今の私のこの。 アイディアはうまくいくと思いますかとかいう背景とともに教えてもらえればあの確率論の問題としてあうまくいくと思うよっていうのとうまくいかないと思うよ理由はっていうのを答えられるのでその自分が考えないと丸投げしちゃうんですよ質問もなので えとこれに似た質問がまあ私よくあの学校の先生に聞くような質問はやめましょうっていうことを皆さんに言ってるんですけれどもえ何とかかんとかでっていうねこう自分がまとめているものとかやろうかなと思ってることあるとするじゃないですかでこれやってもいいですかって聞くんですよ <laughs>。や,やってももももいいも何もえ背景もなくその 唐突にやってもいいかって聞かれたら「やったらいいんじゃないですか」しか言いようがないんですよで「やってもいいですか」って私許可出すす人じゃないんですよそれやりたいと自分が思うのであれば「やったらいい」っていうのが答えになっちゃうので許可として聞くんじゃなくてだから「やってもいいですか」って言われたら「やったらいいじゃないですか」とかなっちゃいますよ答えがなので「やってもいいですか」ではなく「やろうと思ってます」 やろうと思ってま,すまずだからやるって決めるっていうことが意思なんですよね意思だからやりたいのかやりたくないのかっていうまず二択なんですよ基本がで自分がやるというふうにもしも決めたのであればやる前提で私に何を聞きたいのかを明確にしてほしいんですよ例えば、えー、じゃあこれをや,や,やってもいいですかではなくやろうと思ってますで えー、予算がこれぐらいかかる予定なんですがこれぐらいのき規模のキャンペーンとしてこの予算感っていうのは一般的に見てどうですかとか言われれば一般的に見て高いよねとかいやうまくいってて安くできるんじゃないとかなるし、えー、こういうターゲットの人にこういう内容でやろうと思っています。でそのの時ににターゲットの人に この文章で出したら響くと思われますがということで文章のチェックとかそういうのはできるんですよねただあの私はもちろん一般的にとか経験則では伝えることができたりあとはその相手のお客様にどういう言葉を伝えるのがその方が持っている内容として いい内容になるのかっていう確率論としては答えることできますでもお客様に一番近いのって皆さんなんですよねそれと本来は私よりもお客様のことを知ってるはずなんですよということはそれを喜ぶかどうかも知ってるはずなんですよねなので、まあ、あの一応私の意見はもちろん言いますよ一般的な部分の話も含めて だけれども最終的にはご本人がお客様と一番近いところにいるわけなのでそれがいいかどうかの判断はしていただく必要がありますだからまずやりたいかやりたくないかっていう2択ですよねでやりたいから聞いてくるんだと思うのでそれをやってもいいですかって聞くのは質問の内容がおかしいですよねっていうことを気づいてほしいんですよ だってやりたいから聞くわけじゃないですかやりたくないことを聞いてもしょうがないじゃないですか。ということはもうやるということが確定してるんですよだからやってもいいですかって許可を待つ必要はなくやったらいいじゃないですかってやり方をどうしていいのかっていうのをアイディアくださいはまあ話しますよどこか困っている部分があるのであればね。ななののでこの思考癖直さないと永遠に 許可を得る会社員マインドですね上司の許可を得たら動けるみたいな学校の先生の OK をもらったら宿題提出するとか分かんないですけどねなんかそう,そういう感じになっていっちゃうんですよ許可を得るっていうことに慣れてしまうと常に自分がどうしたいのか私はどうしたいのかっていう軸を必ず持った上で自分に自問自答するのもよし 私に聞くのもももどどっちででいいんですけれどもあの意思をね先に持つっていう訓練をしないとあの何でもかんでもいいですかいいですかばっかり聞く人になっちゃうんですよこれはそうだなあの教室の先生で私とかが見ていない方自,自分でやってるタイプの方が、まあ、あのまあ自分の判断でもちろんやってらっしゃるんでしょうけれども。 その時にも、えー、とお客様の意思ばかりを優先してしまって自分の意思なしでやるようなケースが多いと同じような現象になっちゃいます結局お客様に聞くだけになっちゃうから、うん、あのお客様の意見を聞くっていうのと自分の芯がブレるっていうのはこれ話別問題なので、はい、ここの扱いはね上手にした方がよくって決めきらない人が多いなっていうふうに思いました 過去の話をするとこれ私もこ,この思考は私が営業部の営業事業部長をやってた時に、まあ、社長直属の営業部隊をやっていたので大きな案件をやりたい時にまず意思を聞かれるんですよね。あの社長にこれこれこうした今、まあ、臨議書通す前ですけれどもこれこれこういうふうに。 ここをやったらこういう農地区はねこういうふうにうまくいけて攻めていけると思うんですつきましてはこういう道具が欲しいこういう広告費が欲しいみたいなことをお話しするとするじゃないですかでその時にまあ社長が内容は理解はできるんだけれどもあのそれをやりたいというふうに思うのであればその背景ですねやりたいと思う背景を言ってで費用対効果をちゃんと ロジックで説得をしてつまりそれを投入したら半年以内にじゃ回収できるのかとか1年かかるけれどもその後三3倍の利益が増えるような状態になるつまりデータを添付しないと臨機が通らないんですよねだからまずやりたいのかっていう意思そこそれをしてもお前はそれをやりたいのかって聞かれるんですよ、うんまあ、会社は、ね、自分のお金じゃないから <laughs> 会社のお金を引き出すってことは当たり前ですけどそれがリターンが、まあ、頑張るんですよ頑張ってうまくいかない時もあるかもしれないけどある程度リ,カリターンの見込みがあることをお願いすることになるので結局それをね通したいと思うと説得しないといけないから自分の意思も含めてリサーチもしっかりやらないと通らなかったんですよでじゃあ自分が個人事業になったじゃないですかまず最初はね今は株式やってますけど。 でその時には臨時書とかいらないから楽なんですよ <laughs> 自分が思いで回収できるなと思えばもうすぐに投資投下してしまいお金を投下してしまえばいいだけだからただその時に学んだ癖それ,それで例えば投資したものの5倍回収はするものに主に投資するっていうのを決めるっていうのが一応私のマイルールなんですけれどもその考え方はやっぱその臨時書をね かかされていたからですよだって説得しないといけないんですもん社長1個だけじゃダメなんですよ途中あと2つ3つかななんか工場長とあとなんかその事業部長会の他のメンバーのなんか責任者みたいな感じの人と社長とですね4箇所ぐらいハンコが必要になるので各部署がそれありだよねって思ってくれないと通らないんですよやりたいことが。 だからあのまずやりたいという意思を持つことが結構大事なんですよね。でやりたいだったらやってもいいですかっていう質問があれおかしいよねっていうのがまず分かると思います。で今度は「やりたい」って言ってでその内容がどこの部分に不安があってどこに対してアドバイス欲しいのかアイデア欲しいのかということを私に聞いていただくのが。 一番こう私を効果的に使う内容になっていくんですよね。でそのためには当然背景とか資料とかデータが揃ってないといいアドバイスできないのでそれを揃える必要があるんですよだから行き当たりばったりで授業をやってる人ってこの辺りが弱いくてあんまり考えめちゃくちゃ考えてなくて聞いてみて OK 出たらやろうかなみたいな雰囲気の人も多いですね。であとともうう一つそれを聞くっていうことに ああこれなんだと思うかってこれが一番もしかしたらあまり良くないと思ってるんですけどそれはですねあの無意識的に自分の責任から逃れてるんですよ人に聞いた意見で動けば失敗したとしてもその意見を言った人の責任できるじゃないですかだから自分の言葉に覚悟を持てないんですよ許可を得ながら動く人って。 自分が決めた自分の言葉に覚悟を持つのであれば許可じゃなくてそれを実行するためのバリエーションとかアイディアとかを聞くはずなんですよ許可を求めるとうまくいかなかった時の言い訳ができるんですこれ自分で選んでないしアドバイスされたからやったからそれで失敗したんだよねみたいな責任逃れをするために聞くケースとかもある方いらっしゃいます無意識ですよこれが怖いことに 自分の意思を持つっていう訓練をしないと自営業ってうまくいかないんですよなぜそれをやりたいのか私にね聞く前にないしは何か行動を起こす前にでその,ゴールはどこなのかです利益がゴールだったら利益が出る計算ができているのか利益じゃなくてじゃあお客様の人数を増やすことであればお客様の人数は それをやってなんで増えるのかっていうなんでっていう理由と根拠付けが欲しいんですよねうん。なので行動の裏付けが必ずありそれを自分でも理解していてそれに沿って行動計画を作っていくっていうことができるようになると事業がうまく回るようになっていきますこれは過去の私の経験も含めて あのよくね社長にその内容をお伝えしていた時に「まあ、そもそもお前はやりたいのか?」とよく言われてましたね。やりたいですよって言,って <laughs> 言うとそうすると調査が足りないとかね、うん、俺を説得できるだけの材料を持ってないだろうって言われるから。で説得するためにはじゃこの材料とこの材料とこの材料があれば。 納得していただけるんですかって言ったら、その他にこれとこれとこれも必要とか言われたんで。<laughs> そうとか思いながら <laughs>、うん、あの、やってたんですけどね。そうやって鍛えられました。会社の時に営業部のね、事業部長でしたからね。うん。で、それが、まあ、個人事業になった時も、自分に対してそういう見方で見ているし、えー。クライアントさんにも同じような感覚で接しているので。 はい、だから決められない人っていうのは許可を求める人になってしまうので許可を求めているうちは自分で責任を持った事業の回し方ができないのでまず思考するっていうね癖をつけるその思考は決める自分でまずは決める。 とか求めないっていとうだけでもスピードだだいぶ上がりますよだってやってもいいですかっていう質問をしている段階でやる準備はできてるわけだから「えやったらいいじゃないですか?」っていう答えになっちゃうからそうそんなの質問してる時間もったいないじゃないですかやってやった結果こういうふうにやってみたんだけどうまくいかなかったとかあればそこはね。あのー、全然 いいんだけれどもまたいろいろ次に考える手ができるから動くことの方が結構大事だというふうに思ってますので、えー、ここのあたりをね、えー、と決めきれない人はぜひ決めるっていうことを心がけていただきたいなと思いますはいではえとまとめに入ります「成功したいなら決めなさい」え「ー、事業を、えーまえー、事業をうまく回す経営者思考を手に入れる」 ためめには決めなさい <laughs> 自分の言葉に責任を持ちましょうということが必要になりますので是非ご参考にしてください。それでは